突発性難聴だって言っておいでになった患者さんなんですけど、肝臓と腎臓があんまり良くなかったと。1ヶ月ほど前に突発性難聴の治療をした患者さんで、この方40歳代なんですよね。で、1ヶ月経ったんですけど、まあ、だんだん症状としてはなんか良くなってますと。まあ、これもう高齢になるともうこんなことはないですね。もう突発性難聴で、うちに来るまでに1ヶ月かかりましたって言ったら、もうちょっと難しい話でしょうと。2週間経って、そう、改善がなかったら難しいって言われるのが突発性難聴で、これはもう浅見哲夫先生も突発性難聴で苦労していらっしゃいましたから、まあ浅見先生はちょっとお年を召しておやりになったもんですから、もうにっちもさっちもいかない状態だったんですけどね。まあ、40代ぐらいの方で、聞こえないって言っても、後で聞こえるようになるということは十分あるみたいです。少し風邪をひいてますと言われたんですね。あ、風邪ですか。じゃあ風邪の治療を最初にしましょうと。腰痛かなんかでお見えになった方にそう言うと、腰の治療と一緒に風邪も治療できるんですかってびっくりされるんですけど、まあ、これはもう整形しらくじゃあもうどっちがどっちってことはなく、風邪の治療も腰痛の治療も同じようにいたしますので。それとですね、風邪ひいてごほごほやられると私にうつると困るんですね。だから先に風邪の治療をしてしまうと。で、なるべくかからないようにして、シスタスかなんかこう口に中入れてですね、それから治療をやると。風邪ひいてる患者さん、この冬1月だったら一番ですね。で、咳をするというので、まあ、深呼吸してもらうとちょっとこう辛い感じがある。H1 の清血薬ですね。 H1 ってのは肺の症状、気管支、まあ肺の症状っていうのは鼻から気管支から、まあ、肺全体ですね。この呼吸器系ちょっと H1、手の親指の違うですね、これを清血薬すると。で、深呼吸してもらうと、ちょっと楽になると。深呼吸するとヒリヒリするような場合もありますけど、そういうのが取れてきますね。から鼻が詰まっているようなのも鼻の詰まりが取れる方もいます。まあ、深呼吸が辛いと、もしかしたらこれ心臓もあるかなと思って H3 の清血薬をすると、さらに深呼吸が楽になって、お腹までこう空気が入ってくる。深呼吸して「あ、辛い辛い」って言ってるとですね、この呼吸器系とあと心臓ですね、2つ治療しないとすっきりうまくいきましたというふうにいかない場合があります。もう一つアレルギーですね、 H5。 ただ風邪ひいてるっていうことですから、まあ、交感神経異常興奮だっていうのはここで分かってるわけですから、 H5 はまあしなくても、本来いいのかもしれません。鼻づまりの症状があるので、眉と眉の咽頭っていうツボがありますけど、ここをやりました。でも改善はないと。だいたい鼻詰まってる場合はこの咽頭とですね、もう一つこの上声とか神経とかいうこの前頭部のこの辺ですね、まあ生え際から2センチぐらいか3センチぐらいか4センチか、その辺、ちょっと押さえてみるとツーンと痛いようなところがあったりとかですね、押さえると鼻に抜けるような感じのがあればもう間違いないんですけど、そこをまあこれ押さえてみてください。一回押さえただけじゃ分かりませんから、もう自分でもこうやって押さえてみてです、あ、ここ一回なんか他のところと違うっていうふうなところがあったらそこです。で、2回3回押さえてもやっぱりそうだなというところがあれば、そこをまあ志らくするんですね。これを志らくしました。そうすると鼻が通ったと。で、こうインドで通らない場合はこっちでもいいなと。風邪の治療の仕上げに交感神経を抑制する H6F4、 手の人差し指、大腸系ですね、と足の小指の外側、これは膀胱系なんですけど、これは両方とも高位中枢、脳の方の交感神経を抑えるという役目を持ってますので、この清血薬をしましたと。まあ、今回この風邪の患者さんはそういう段取りでやりましたけど、これ全く逆にひっくり返してですね、H6F4 を先にやって、手の人差し指と足の小指を清血しらくやって交感神経を抑えて、
それからやってもいいですね。それだけでも随分症状が変わる場合があります。で、残った症状に対して、まあ、おのおのの整形試薬をやると、そういうやり方でもいいです。どちらでも結構です。次にですね、まあ、前回も肝臓腎臓あんま良くなかったなって、まあ、今回どうなってるかなと思って、お腹をこう押さえてみました。で、お腹をこう押さえてみるとですね、おへその、斜めおへそがこうありますね、斜め45度ぐらいとここですから、ここですね、ここに押さえると圧押さえたら痛みがある、まあ、これは腎臓かなと。前に突発性難聴がありまして、これは耳の症状ですね。耳の症状というのは五臓の色体表で見ると、腎臓と、なってますから、あ、腎臓とその耳の関係があるのかもしれない。これも腎臓の治療をしなきゃいけないということですね。左右の F3 足の小指の薬指側ですね、こっちをするとこう押さえてみると、まあ大体良くなったけど、まだ少し残っていると、押さえてみたらですね、でそこは腎臓ともう一つ腸が ある場所ですよね。腸がありますから、あ、押さえた感じのこの痛みがですね、腸かもしれないなと、考えて、腸の場合左の F6 の清潔視力、左足の F6 っていうのは異形、異形と書いてありますけど、これ腸と膵臓に効くんですね。でこれをちょっと治療していました。 F6 の清潔視力をしました。どうなったかっていうと、抑えた腎臓の圧がひどくなったんですね、まあ、余計なことをしたというかですね、まあ、やってみなきゃわからないからですね、やってみるわけですね。ひどくなったということは、まあ、悪くなってるわけですから、もう患者さんに聞かなきゃわからないですね。腎臓の治療して良くなったから、腸の治療したらもっとなんか腸の具合良くなるだろうと普通考えるんですけど、ところが患者さんのお腹を押さえて、どうですか、悪くなってないですかと聞くと、患者さんが私の顔を見ながら、先生痛くなりましたというわけですよね。患者さんもまあ聞かなければ悪くなった、痛くなったということは言いませんから、お腹も押さえない患者さんに尋ねなければ、絶対この悪くなったということは分かりません。だからこのまま帰ることになるんですね。そうするとなんか帰りなんか腹また痛くなったなとか言って、具合悪くなるわけです。悪くなった症状を確認しなきゃいけないですね。ここをなんか押さえて、ここを押さえると痛いですね。あ、ここを押さえるとまたね、前みたいに痛くなったと。そういうことがあって、やっぱこれは腎臓だなと。で、再度、F3 の清潔視薬をすると。そうすると、さっきやったのと同じように良くなったわけですね。腸と腎臓、F3 と F6 っていうのを人間は比較してるのかもしれないですよね。これは毎回比較するってわけじゃないですよ。この人に限っての話だと思います。他の人の場合はまた別かもしれない。だから腎臓良くなりましたと。で、今度は腸の治療をしましたって言ったら、腎臓の症状がまた分かります。余計なことしたっていうのが分かったわけですね。だもう一回腎臓の治療をしといて、これで終わりにするわけですね。そうすると、腎臓が本当に良くなったというのが、2回やってよく分かったということですね。まあ、こういうふうに患者さんのお腹を押さえてみると、良くなったり悪くなったりといろいろ出てきます。で、忘れてはいけないのは悪くなってないかどうかを尋ねることなんですね。さてさてと、次はその下行きましょうかね。13番の三陰交にハペパッチとこう書いてありますね。どうもこの三陰交に、昔は非内診って言って、ここに横向きに、ちっちゃな針をちょんとこう刺してたんですね。これはなかなか婦人科の病気やなんかにいいなと。
いうのが分かったんですけど、で鉛筆芯が、長谷川先生が鉛筆芯作られてパイオネックスをこう貼るようになったんですね。 0.3 か 0.6 でいいです。でそれポッと貼ると、おこれでもいいなと。で、鉛筆芯を患者さんに、女性の患者さんに、自分でやりなさいよというって教えるとですね、まあ、半年ぐらいしてなんか別のことでお見えになった患者さんが、いや先生から教えてもらったあの鉛筆芯ペタッとこう足に貼るのをやったら、それからもう生理痛が本当に楽になってって喜ばれる。あんなことで良くなるんですかっていうふうにですね、よく言われるんですね。もう毎月薬をもう大量に飲んで、頭痛い、腹痛い、腰痛いでですね、もう視点抜刀してたのに、たったあれだけで、こんなところにペタッと貼るだけで、もうこんなことで良くなるんですかって言われるのを今まで何回か経験しました。それで、そのパイオネックスを作った長谷川先生がですね、ハーペパッチというのを作ったと。これも究極だと。まず金属アレルギーがないと。針じゃないからアルコール消毒もいらないと。で究極の弱刺激ですよね。優しい刺激ですから、これは婦人科の方にいいのかもしれないなと思って、でここのところずっとこの産院口にハーペパッチを、貼っております。まあここは自分で読んでください。で、私がよくやるのが、鉛筆芯を貼りました。でお腹の具合、腰の具合どうですかと尋ねておいて、それを覚えておいてくださいね。その鉛筆芯剥ぎます。ほんでハーペパッチ貼るんですね。でどうですかと、こう皆さんあのお孫さんとか娘さんいらっしゃったら、やってみてください。ほんで、鉛筆芯剥いでハーペパッチを貼り替えるんですね。同じところでどうだと言うと、いやこっちの方がいいと言われるんですよ。そこでやめちゃダメですよ。そしたらそのハピパッチ剥ぐんですよ。でもやっぱり鉛筆芯を貼る、こう手に持ってればいいわけですから、でピッと貼るんですね。でポンポンってやって、でどうだと、いやさっきのお父さんが持ってるこっちの方がいいって言うんですね。でそのくらい試してみてください。そのくらいコロ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 っとこう、あの治療っていうのは変わります。まあそういうことをやってみると、どうもこの産院口にはハペパッチの方がいいような気がしております。